ヒューガナツは未開カミカン族の常緑低木の柑橘類、果実を食用とする。原産地は宮崎県で1820年に宮崎市のマカタヤスタロウの庭内で偶発未生として自生しているのが発見された。発見時には酸味が強く食べられることはなかったが、その後に広く栽培され始めた。現在は宮崎県以外でも栽培されているが、 他県では、小夏やと佐コ夏、ニューサマーオレンジという別称で出荷されていることが多い。宮崎県の木原果樹会が1992年から、宮崎大学農学部の指導のもとに、温室での種なし栽培に取り組み、その結果、種なしヒューガナツができるようになった。ヒューガナツはユーズに由来する在来品種と考えられていたが、立花が花粉親であることが、 遺伝解析で推定されている。6月頃に成熟する果実は、ウンシュうみかんよりやや大きく、表皮は黄色で厚さがあり、果肉は酸味があり甘さが控えめで独特の風味が強い。どちらかというと、グレープフルーツやレモンの味に近い。表皮は、ウンシュうみかんと比べるとデコボコが少なく、のっぺりとしている。なお他の柑橘類とは違い。 果実の表皮における白い部分もそのまま食べられるので、皮の黄色い表面だけを薄く剥いで食べる方が良い。この白い部分はふかふかとした食感であり、苦みや渋みはない。日本における収穫量は2005年が5386トン、2010年が5714トンであり、その内訳は宮崎県55%、高知県28%となっている。 枝代わり等による変異種には以下のものがある。ヒューガナツを育種浸透とする品種には以下のものがある。ありがとうございます。